マリア・ホセファ・ソフィア・デイトゥルビでは、オーストリア・ハンガリーの貴族女性。1925年から1949年まで、旧メキシコ帝室の課長とみなされたが、政治活動には一切関与しなかった。彼女は二度結婚して二人の娘がいた。メキシコ第一帝政の皇帝アグスティン・デイトゥルビでの、孫、及び第二帝政のマクシミリアン帝の養子という立場に、あった。 イトルビデコーサルバドールでイトルビデイマルさんと、そのハンガリー人の妻ギーゼラミコシュデタロードハーザ、男爵霊場の間の長女として生まれた。1908年3月12日ビストリツァで、ヨハンネポムクトゥンクルフォン、アッシュブルンウンとホーエンシュタット男爵と最初の結婚をする。夫は二重帝国軍の陸軍隊員であり、第一次世界大戦中にブコビナのオヌートで戦死した。 トゥンプルとの間に二人の娘を設けた。1923年4月14日ビストリザで、フランス人、シャルルド・カリエールと再婚。1925年、ジュオジのアグスティン・デイ・トルビデイ・グリーンの死に伴い、メキシコ提出課長を継承したとみなされたが、敬験なカトリック神徒だった彼女は、政治活動からできる限り距離を置こうとした。第一次大戦後に、 ルーマニア領となっていたトランシルバニア地方に長く住んでいたマリア・ホセファは第二次世界大戦後に成立したルーマニアの共産党政権から階級的とみなされ1948年76歳の高齢にもかかわらず夫と共に強制収容所に移送された。そして夫妻は1949年11月に出場の強制収容所に移送された直後 不可解な状況下で死亡した。ありがとうございます。